害安全情報です。この時間は雨季に入って洪水などの被害が広がり、現地の日本総領事館が注意を呼びかけているインドとバングラデシュ、それにイスラム過激派の台頭による治安の悪化が懸念される西アフリカのマリについてお伝えします。はじめにインドとバングラデシュです。インドと隣国のバングラデシュではモンスーンと呼ばれる雨季に入り、大雨による洪水や土砂崩れで多数の死者が出ています。6月中旬以降も雨は続く見通しで、現地の日本総領事館は滞在する日本人に対し飲み水の汚染を懸念し、衛生上の注意を呼びかけています。インドやバングラデシュではモンスーンの季節に入ると毎年多くの死者が出ていて、今年も6月20日までに両国合わせて60人が死亡しています。特にインド北東部のアッサム州やメガラヤ州では6月17日頃の大雨で洪水や土砂崩れの被害が相次いでいて、地元当局によりますと6月20日までに合わせて35人が死亡しました。アッサム州では広い範囲で洪水が起き、15万人以上が避難しています。こうした状況の中、インド・ベンガルールにある日本総領事館は豪雨が続き飲み水が汚染されやすくなっているとして、飲み水は常に一旦煮沸された水を冷ましてから飲む、食事の前には石鹸で手を洗う、路上で販売されている不衛生な食べ物には手を出さないといった注意を出し、雨が続く中での衛生管理に気をつけるよう呼びかけています。次に西アフリカのマリです。西アフリカのマリで中部の複数の村が6月18日から19日にかけて相次いで武装組織に襲撃され、合わせて132人が殺害されました。今回の襲撃について6月22日の段階では犯行声明は確認されていませんが、マリの当局は国際テロ組織アルカイダにつながるイスラム過激派による犯行だとして強く非難しています。マリでは今年2月、2013年以降過激化対策に当たってきた宗主国のフランスが各国の部隊とともに撤退することを発表し、過激化が再び台頭することへの懸念の声が上がっています。マリの日本大使館はマリ全土で外国人を狙った犯罪が起きるリスクが高いとした上で、マリに滞在する日本人に対し欧米人が多く集まるホテルやレストラン、また政府関連施設や宗教施設などには可能な限り近寄らないよう注意を呼びかけています。現在マリは首都バマコ以外の全土に渡航中止勧告、あるいは退避勧告が出されています。日本の外務省はマリに渡航する場合、バマコ以外の場所には通過も含め決して立ち入らないよう強い調子で注意を呼びかけています。海外安全情報でした。こちらは NHK ワールドラジオ日本。NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 9.780MHz、アフリカ南部向けの 11.945MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。午前3時の NHK ニュースです。静岡県沼津市に本店を置く駿河銀行の不正融資をめぐり、懲戒解雇となった元執行役員の60歳の男性が
処分を不服として訴えていた裁判で、東京地方裁判所は